リオデジャネイロ旧大聖堂、ペドロ一世大冠式、ノッサセ・ニョーラ・ド・モンテ・ド・カルモ教会は、単に、リオデジャネイロ旧大聖堂と呼ばれる、ブラジル、リオデジャネイロ市のカトリックの教会。1590年に、ブラジルへやってきたカルメル会派の教会が前身で、1808年から1976年まで、リオデジャネイロ大司教座が置かれていた。19世紀には、 ポルトガル王室及び、ブラジル皇室の王室、皇室礼拝堂であった。カルメル会派の修道士たちは、グアナバラ湾近くの小さな礼拝堂に定住した。17世紀から18世紀にかけ、修道会は礼拝堂を拡張し修道院を建て、ノッサセニョーラ・ドモンテとカルモ教会と名付けた。1770年、ファサードが未完成のま,ま教会は成果された。 この頃になされた内装は、ロココ様式の木工細工で装飾されていた。1808年、ナポレオンのポルトガル侵攻から逃れた、摂政王大使ジョアンと宮廷がリオデジャネーロに到着した。旧ブラジル福王邸宅やカルモ修道院が、ポルトガル王室の建物に変えられ、修道院と近接していた、ノッサセニョーラ・ドモンテド・カルモ教会は、王室礼拝堂となった。 王室礼拝堂として、この教会は、幾度も王室の刑事の場となった。1816年3月20日、摂政王太子ジョアンは、ジョアン6世として礼拝堂で、戴冠式を行った。1817年11月6日、王太子ペドロは、オーストリア王女、マリアレオポルディーネと挙式した。1822年のブラジル帝国独立により、礼拝堂は、 公室礼拝堂となった。この頃にファサードが完成し、新古典主義建築様式のペイディメントが付け足された。1822年10月12日のペドロ一世戴冠式、1841年7月18日のペドロ二世戴冠式、1846年11月15日のイザベル王女洗礼式、百六十四年十月十五日のイザベル王女と、 ウーハク、ガスタンの結婚式が礼拝堂で行われた。1889年の帝政廃止で皇室礼拝堂の名は失ったが、リオデジャネイロ大聖堂の地位は残った。20世紀初頭にファサードが刷新され、現在の塔の頂上に聖母、マリアの巨大な像が据えられた。1976年に現代的なリオデジャネイロ大聖堂が完成し、 旧大聖堂からリオデジャネイロ大使教座が移された。現在も旧大聖堂はリオだけでなくブラジル全土有数の歴史ある教会建築の一つであるリオデジャネイロ旧大聖堂リオデジャネイロにおけるリオデジャネイロ旧大聖堂の位置。ありがとうございます。